こんにちは。こんにちは。10分カットの時間です。はい。今日のゲストはピーカーブの小野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。もともと見させてもらってました。本当ですか、はい、嬉しいです。どんな印象でしたか？いろんなサロンさんが出てて、またピーカブと違う切り口 の、はい、あのカットが見れて、すごく参考になってます。はい、その皆さんのカットを見た上でついに自分の番が回ってきたという。そうですね、はい、はい、見せ場ポイント、見せ場ポイント、そうですね、あの栗原くんと同じだと思うんですけど、はい、まあ、ベースカットを、まあ、しっかり切りながら、作っていくっていうところと、まあ、僕自身お客さんもこう大人の女性が多いので、あのその大人の女性をこう素敵にできるようなショートカットを見せていけたらなって思ってます。はい、まあ、モデルさんのビフォーの状態ですね。まあ、前もショートカットに切ってあるんですけど、それがだいぶ伸びきってかなりこう重たくフェイトが下がってきてます。まあ、襟足もちょっとね癖があるんですけど、まあ、収まりが少し癖が出てきて悪くなってるかなっていう状態です。あと、まあ、サイドもかなり耳にかかって重たくなってきて、前髪も結構伸びきって、ね、分かれちゃってるんで、そこをシルエットをきれいに見せながら、まあ、前髪はちょっと雰囲気を変えていければいいかなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、スタートしました。今日はですね、サイドから、横スライスを使ってすくい上げてカットしていってます。ちなみにブロッキングは鉢のところを起点に、上下に分けて、アンダーの部分をまずしっかり作っていこうと思って、カットしています。横スライスをベースに、バックサイドですね、斜めスライスで、カットしていきます。でこの時大事なのは、下からすくい上げてアウトラインを作って、アウトラインのところはちょっとすくい上げていることで、柔らかいアウトラインができて、その上は、横スライスのエレベーションでウェイトを作っていってるっていうカットになります。この時すごく大事なのは、やっぱ右手のカットよりも左手の位置、ベーシックカットの一番大事なのは左手の位置をどこに持ってくるか、自分がイメージしているウェイトとかフォルムをしっかり作れるように、左手を移行していくっていうのがポイントになります。右手はリズミカルに、カットするだけっていうのが、カットの醍醐味かなと思います。ここまで左バックサイド、そうですね、これでバックサイドのウェイトを作りつつ、センターもちょっと、どれぐらいのウェイトにしていこうかなって考えているところです。はい、逆サイドいきますね。ここももみ上げのところをしっかりすくい上げて、まず下はすくい上げて、上からは溶かし下ろしている形になります。なのでアウトラインは柔らかく残って、上にちょっと丸みが残るカットになっています。あとはそこからですね、サイドは横スライス、バックサイドは斜めスライスに変えていって、こう後ろから見た時に、イメージしやすいんですけど、お椀型になるような、頭が綺麗に見えるような形になるようにスライスを取ってカットしていくことですね。あとここ一発で左右しっかり、対称に切ることができれば早くカットが進むんじゃないかなと思います。あとは襟足ですね。襟足もしっかりここで左右対称に作っていけるかどうかっていうのがすごい大事かなと思います。すっごい目が真剣ですね。はい、実はすごい緊張してました。ここでしっかりウェイトをまずイメージしてますね。でその時に残りすぎた襟足を斜めスライスで、今度逆からですね、ハの字スライスでちょっとチェックしてますね。はい、ここでちょっと長すぎる襟足は少し切っておくと。あとは三つ襟の側面ですね。ここは人によって三つ襟の出方が違うんですけれども、ここもチェックしていくことがすごく大事ですね。
ここはサイドの、上に残った重さですね。ショートカットのポイントはこめかみに、重さを残さないでできるだけちっちゃくつくことなんで、こめかみの上のところをしっかり重さを取っておくことが大事ですね。ここもこめかみのところの重さを、しっかり取っておきます。こめかみのところだけレイヤーカットになっているような感じですね。そこからフェースラインに出てくるちょっと余分な側面ですね、ここもチェックしておきます。こうすることで、顔周りがちっちゃく、コンパクトになってきます。残り6分です。はい、で今日前髪のデザインをどうしようかっていうのはあんまちゃんとは決めてなかったので、一回溶かしてこれ考えてますね。でレイヤーカット切るときは、トップからレイヤーカットを切るとちょっとトップが短くなりすぎて、このモデルさんの場合はサイドにちょっと重さを残したかったので、ちょっとセンターではなくて横からですね、横からレイヤーカットを入れながら、グラデーションに近いレイヤーを入れながら、丸さを残して、耳の上にちょっと丸さが残るようなレイヤーの入り方を、イメージしてます。簡単にセンター取ってしまうと意外に頭の丸みを取ってしまうので、あとここからちょっとレイヤーをこうベースで入れといてから前髪の動きとか似合わせを見ながら切っていきますね。今日ちょっとかっこいい感じにしたかったので前髪も少し、長めのデザインにしようかなってこの時ちょっと決めました。後ろはちょっとグラデーションになじませて、下の土台のところになじむような、レイヤーで切っていってます。まあ、グラデーションに近いですね、レイヤーカットといってもあくまでも丸みを取りすぎない、レイヤーカットになってます。はい、乾かします。じゃあベースカット終わって一回乾かしたので、ここからドライカットをしていきたいと思います。お願いします。じゃあ行きます。よーいスタート。はい、ドライカットの、スタートですね。今日はアンダーセクションは、ホワイトブラントカットでしっかり作って、そこの土台はそんなに崩さず、表面ですね、オーバーのかぶってきたところを、重点的に質感調整を入れることにしました。まあ、骨格もすごく良かったのと、襟足も思ってた以上に癖が良かったので、まあ、そこにすごく救われたかなっていう、感じはします。ただまあブラントカットでしっかりベースを作っておくことで持ちの良いカットをしたいなっていうのが自分の中ではあるので、アンダーはブラントカットで作っていきました。あと襟足ですね、襟足のところだけは多少微調整で、薄すぎず重すぎずの際どいラインを一応狙って作ってみました。襟足のこう残し方っていうのは、まあ、すごく、難しいとこで、まあ、モデルさんの雰囲気とか、まあ、自分の好みもあるんですけど、まあ、似合わせをよくね考えて作るのがいいかなと思います。でオーバーセクションはやっぱりちょっと重さが残ってたので、まあすいてもよかったんですけど、すくよりも、まあ、紙質的にはできるだけ形をしっかり作って数少ない、毛先のぼかしと少しのスライドカットで、ちょっと動きが出せれば十分、いい感じの重さが残る、丸みのあるショートができるかなと思ったので、今回はねもうセニングは使わずあまり好きすぎないでいこうってこの辺りでちょっと思いましたね。まあ、もみあげもやっぱちょっと重くの凍りすぎたところは微調整、あと内側の側面もちょっと取って、余分なところはちょっとこうやって取ってますね。はい、この表面少しだけ、動きを出すためにスライドカットを入れてます。これもまあ先細りになりすぎないようにちょっと毛先の厚みが、欲しかったので、まあ、中間から
あの量をしっかり取りながら少し隙間を作っていくような形で、スライドカットを入れてます。もちろんあのこういうスタイルでもあのセニングたくさん使うこともありますし、スライドカットをもっともっとたくさん先細りになるように入れることもありますし、モデルさんの髪質、お客様の髪質ですねに合わせて、質感調整のやり方は選ぶのがいいかなと思っています。アベダのワックスを使います。はい、このアベダのワックスが結構軽くて使いやすいんで最近お気に入りです。オイルも使います。オイルで仕上げてもいいんですけど、あのオイル仕上げだとどうしてもあの大人の人だとこうペタッとしやすくなってくるので、まあ、今はちょっと軽めのワックスとオイルを混ぜて使って、あまりウェットすぎないぐらいで個人的には仕上げているのが多いですね。はい、あ、いい感じのシルエットは、まあ、出てるんじゃないかなと思います。はい、終わりました。あ、いいですね。まあ、スタイリングもできるだけ簡単に済ませれたので良かったと思います。ありがとうございます。はい、あの最初説明した通りにここに結構重さがすごく溜まってたので、まあ、ここしっかりあのフォルムを作りました。僕顔細いのでちょっと丸さ残さないとやっぱりねちょっと寂しい印象になっちゃうんですよ。なのでちょっとここに丸さ残るようなフォルム感は作ってます。アウトラインも今結構こう薄くすいてあの細い毛束の質感が多いんですけど、結構ちょっと昔の海外の絵が出てくるようなこうブツッとした質感が結構好きなので、毛がすごく多くてあの日本人っぽい髪質の人だと結構すいてあげた方がいいんですけど、ちょっと癖があって難毛の人はブラントカットだけで作ってちょっと質感調整するぐらいで厚みのある感じの質感が出るので、まあそれぐらいの方が僕は個人的には好きかなっていうのと、仕事もされてて子育てもされてて結構時間に追われるじゃないですか。できるだけバーッと乾かしてあの形になるようなショートカット、再現性の高いショートカットを意識して作りました。はい、ありがとうございます。それでは小野さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか、やってみて。いや、あのすごく緊張してたんですけど、はい、ハサミを使い出したらちょっと緊張がほどけたんで、やっぱ自分は美容師だなと思いました。そうですね。最終的にやっぱりこうスタイリングまで余裕のある時間配分で、はい、やっぱ林さんのコツっていうのは、スタイルを切る前にプロセスをしっかり理解しておくっていうのと、今日切った切り方って僕がアシスタント2年生の時に、はい、先輩スタイリストがこう切っててウィッグ見せてくれたんですよ。こうやって切ったらほらセニング使わないでも形になるんだよみたいなので、その頃からよく練習してたカットなんですね。今でもサロンでよく使ってる切り方なので、二十何年間その切り方をずっと切ってたんで、まあ、やっぱ時間なのかなって思うので、まあ、繰り返し切ってるとなんとなく体に染み付いてるのがあのできるのかなと思いました。今日はピークアブーの実践ということで、はいはい、何かピークアブーの宣伝があればあれば、まあ、一つあの言う前にあのピークアブーの自分たちのコンセプトの中で、まあ、いい髪型をした人が、はい、あのたくさん歩いてる街はあのすごくいい街だっていう言葉があのあるんですけど、
まあ、今日もそうなんですけど、ちょっと大人の女性をできるだけこう素敵にして、おしゃれな人がたくさん歩いてる街とか、たくさん歩いてる東京とか日本になれば、美容師として貢献できるんじゃないかなと思って、あの日々頑張っているので、見てくれてる美容師さんみんなで頑張りましょう。で、まあ、その頑張りたいっていう時に、ピーカブーではウェブアカデミーっていう自然だオンライン動画を配信してまして、はい、あの今日切ったような切り方とか、あの実際モデルさん使って、あのうちのトップスタイリストたちが日々見せてくれて、それを僕たちで編集したりもして配信してるので、ぜひよかったら一度あの見ていただいて、まあ、他の美容師さんたちとまた違う切り口だったりすると思うんですけど、まあ、お互い美容師さん同士が今こうやってオンラインで勉強し合える時代なんで、僕も他の美容師さんのカット見て結構勉強させてもらってるんで、皆さんもピーカブーのカットもちょっと参考にしてもらえると、あのやってる甲斐があるかなと思うんで、ぜひあの見てみてください。よろしくお願いします。いつもあの素敵にしていただいてるので、はい、大満足です。それでは今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。